ミラノサンデモとは自転車プロロードレースの一つ。文字通りミラノサンデモ間を走るレースで1907年から行われている。最多優勝者はカニバルことエディメルクスの7回。数あるクラシックレースの中でも最も早く開催され、イタリア語で春を意味するプリマベーラとの相性を持ち、レースファンに春の訪れを知らせるレースである。 秋に行われるジロディ・ロンバルディアと兄弟レースとも言われており、ミラーのサンレモをスプリンターズクラシックジロディ・ロンバルディアをクライマーズクラシックと呼ぶことがある。すべてのアンデーレースの中で最長の距離を走るのが特徴であり、その異名通り、スプリンターたちからは最も勝ちたいレースに挙げられる。旧 u c i ワールドカップではこのミラノサンレモを持って開幕戦することが 恒例だった。前述の通り前腕でレースで最長距離を走るのが特徴。コースレイアウトは年により若干微調整されるが、基本的には変更がなく、スタートとゴール地点も名前の通り、ミラノとサンレモに固定される。勝負所は主に3つ、最初からダラダラと登ることになる、トゥルキーの峠。雨が降った場合にはこの峠からの下り坂は、 非常に落ち車の危険性が高まり、競技時での平均速度域も高いだけに、落ち車してしまうと様々な負傷や、それによるリタイアの危険がある。二つ目は、レマニエ峠。5km で 318m を登る、平均勾配6.36%というコース、中最大平均勾配を持つ、この峠が、スプリンターの足を削りに来る。三つ目は1982年追加の、 チップレッサそして1960年追加のポッジョディサンレモという二つの丘。高低差自体は236メートルと155メートル、平均勾配は4.1%と3.7%と、大したことはないが、レースの終盤残り27キロメートルから始まること、そして最大勾配は9%と8%できつめなことが数々の問題を生む。 レースの最終盤で逃げ切り勝ちを狙いに行くルーラーや TT スペシャリスト。そして準スプリンターを振り落としたいパンチャーをエースに持つチームのアシストたちがものすごい勢いでアタック合戦を繰り広げるため山であるのにもかかわらず山頂までの平均時速は時速4 0トルを超える激戦区となる。ポッチョの頂からゴールまでは5 5トル 振り切ったところからは 2.5km しかなく、平地に出たタイミングで、スプリント力に自信のないタイプの選手はアタック合戦となる。ここからの逃げ切り勝ちというのも数は少なくないが、大半は高速ヒルクライムで生き残ったスプリンターの勝負となる。ラスト 1km は非常にカーブが多く、最後の直線も短いため、3から4人のトレインで最高速度を稼いで、 勝負というスプリンターよりは単独あるいは少人数トレインで爆発的な加速を持つタイプのスプリンターの方が有利になる。長い歴史を誇るレースだけあって数多くのエピソードがあるが近年で有名なものといえば2004年のレースであろう。レースは逃げが決まらず最終局面でのスプリント勝負となった。この時は当時 T モバイルに所属していたエリック・ツァベルがリード。 最後の最後でゴールラインを越える瞬間に通算5回目の勝利を確信しガッツポーズを取ったところがその後方から最後まで勝利を諦めずに懸命のスプリントで追い上げを見せたオスカル・フレーレがハンドルを投げ出してゴールへ飛び込んだ結果わずかにサベルをかわしていたサベルも最後の最後まで油断せずハンドルを投げていたなら ほぼ間違いなくサベルの勝利に終わっていただろうというのが観客、レース解説者の一致した見解であった。他にも2017年のレースも厳しいものとなった。レース途中にアタックを仕掛けた世界チャンピオンのベーター・サガンは追いついてきたミハウクフやトコフスキとジュリアン・アラフィリップと3人で逃げる形となった。スプリント力で言えばサガンが優位と言えるのだが、結果的にサガンは敗れた。 敗因としては、逃げている間戦闘集団はサガンが戦闘固定で引いていたことが挙げられる。クフヤトコフスキとアラフィリップはそれぞれチームのスプリンターがメイン集団にいるため、仮に戦闘交代して逃げ切りに成功したとしてもスプリンターのサガンにはかなわないためである。サガンもさすがに無理に牽引しろとは言えない状況であったため、 結果ゴールライン間際でクフヤトコフスキがサガンを差し切り勝利した。2018年大会で優勝したビンチェンツォニーバリは前年秋に行われた本大会の兄弟レースであるジロディ・ロンバルディアでも優勝していたためクライマーズクラシックスプリンターズクラシックの2つを制したことになる。2020年大会は新型コロナウイルス感染症の世界的流行の 影響により8月8日の開催となった。夏の開催となり、気温が摂氏30度を超え、もろもろの事情により、コースが例年より変更された結果、長めの上りが2つ導入され、走行距離が3 0 5トルと、大会史上最長距離となった。ありがとうございます。